まっちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は、はい、秘密の場所で撮影しておりますけれども、はい、ちょっとね、皆さんが僕たちのことを真面目なチャンネルだと思ってるんじゃないかなと。僕は真面目ですよ。まあ思ってる人は多分数パーセントだと思いますけど、まあ今日はちょっとその薄いライからふわっと打つ、はい、ここは薄いライからでもなんかうまく打てる方法みたいなので、はい、動画を撮った場所でもあるんですよ。多分何十万再生かされてるんですけど、そこから今日はちょっとこうふわっと打つね、はい、で今小雨降ってて寒いですね寒いですけど、なんでちょっとこの打つふわっと打つ時はどうやって打ってるのかと、はい、やっていきたいと思うんですけど、まあちょっと今日はね擬音が多くなると思います。チュッとかそうです、はい、ここをキュッとか脇をギュッて締めるとか増えると思いますけど、ちょっとまあ最後までね見ていただければなと思います、はい、じゃあちょっとやっていきたいと思うんですけど、はい、まあちょっとライがまあこの辺は薄いわけです。いやちょっとやばいですよね。こういうね、はい、でもただちょっとだけ下が硬いんで、はい、まあちゃっくりの心配はあんまりないんですけど、めちゃくちゃ跳ねるんでカンカンってなる、ね、カンカンってなるから、まあ、その辺をこうどううまくね、はい、ソールを使うのか、はい、あヒント言っちゃったもう僕あえてカンカンって言ったんですけどソールをうまく使わないといけないですよ。はいちょっと打ってもらいたいなと思うんですけど、ふわっとって言っても、まあ、ロブショットじゃないふわっとでいいと思うんですよ、はい、じゃあなんかこうある程度、うん、普通のこの素振りの中にあるふわっとぐらいな感じですね。そうそう、それでまあ言ったらなんか障害物があると思って、はい、まあ、ちょっとやってほしいんですけど、はい、まあ、なんとなくまっちゃんボールをさ、はい、その辺にアプローチしてさ、はい、エッジから5ヤードぐらい先にちょっと置いといてもらえる？エッジから先5ヤードに、うん、置く？このぐらいですか？あ、ちょっと行き過ぎましたね、うん、あじゃああれを超えるふわっと、はい、そういうことっすね。そういうことですね。あれを超えるふわっと打ちたかったんであれもロブっすよあれロブっすね。あれロブなぐらいちょっとこうありえないと止まんないですけど、はい、でもそういう時はどうするの？芝が薄い、芝が薄い、硬い、でも上げないといけない。これは、うん、インサイドから本当は多分入れて、うん、綺麗にパッて出たら、うん、最高だと思うんですけど。最高だね。インサイドから来たらちょっとカンカンってなりやすいと思うんですよ。カンカンってなりやすい、はい、うん、なんでちょっと、うん、まあ、アウトサイドいいんじゃないですけど、まああんまりインサイドじゃないところから入れてってこと、入れていくイメージはあります、うん、だめちゃくちゃフェースは開いといて、はい、でちょっと証拠当たった時どうなんの？当たった時、当たった時はクイッって感じですね。山ちゃん一回今空振りした？口空振りしてたよ言おうとして言えてなかったよ伝えづらいなと思ってクイッって感じですね。クイッって感じで、はい、クイッって感じやった時さ、はい、手元がこう引くような感じだよね。そうですね。ね。そうじゃないですね。そう、出ちゃいけないってことなんだね。クッって感じ。ちょっと言ってもらっていいですか。はい、ここまで言って。で、それ。クイッって感じで。最近で、それあるからね。いきます。お願いします。うまっ。全然手前っす。池落ちました、池。池なんですよ。いや、池から近づきますね。池なんだよ、あれは。でも今ぐらいの、まあ今ちょっとショートしましたけど。はい。今やる角出たね。今の感じですよね。ちょっとこの辺、取っとこうかな。どうぞ。よし、いきます。うん。あ、ギリギリ。あ、ほぼ池です。でもうまく打ってるね。ありがとうございます。これはさ、はい、要は、その、ちょっとこう、胸の位置ぐらいでそのフェースの動き方をちょっとやってほしいんですけど、はい、当たった時にどういう風に当たるのかな。そのバックフェースがつく感じで入れていくってこと。そう、やっぱり、うん、多少こう上から来るわけじゃないですか、うん、インサイドじゃないんで、うん、そうするとやっぱフェース立ってくるんで。そうだね。ボールにでも向かう時までは、うん、立ってないといけないと思ってるんですよ。はいはいはい、はい、向かう、もうここでこうなってると、はい、カンカンってなっちゃうんで。そうだね、うん、ここまで立ってないといけないんですよ。上げようと思って手前から入れすぎるとダメってことなんでね。そうですね。ちょっと買ってもらっていいですか、はい、今もう動画の半分来たんで、でも気持ちは伝わってると思うんですよ、はい、だからこう来てクイッてやればいいんでしょこの手首がこうちょっとこう空いてるぐらいがね。いやもうそれぐらいいかないとダメですね、イメージ的にね。はい、ちょっと
うまい。いけっすね。なんでお前あんな厳しいところにボロ置いたのよ。いや、それだったらもっと手前に置きましたよ。フィット。こう、近いよね、ヘッドが。そうです、もう自分向いてて、ここ本当にだから、こんなにもヘッド。これ正面から取れる。正面からですか？うん。危ないですか？いきますよ。はい。おお。今あのボールの先に落ちて、はい、まあワンクラブぐらい先に本当ですか止まったんですけど、これどうですかこれ。いや、これくらいなんか形にとらわれないというか、こうやっぱ遊びは大事ですよね、はい、あれ取りに行って戻ってくるときにあれするから、あれでこれであれで、はい、ここでボール取った方がいい。言葉じゃないですよね。だからやっぱりこう自由な感じがやっぱりないと。そうだよね、なんかさ、まあ形もまあもちろん大事なんだけど、はい、これ想像力が大事で、はい、ソールのどこを当てるかっていうね。そうですよね。これ、まあ、僕のウェッジはさ、ミズノのクラフトウェッジっていうウェッジなんですけど、はい、58T、まあ、T ソールね、はい、でこれバンス18なんですよ。で、まあ、ここが一番低く削れて、まあ、ここも削れてると、はい、じゃあどっちかで当てれば当たりづらいわけよね、バンスが。確かにそうですね、うん、だその辺もこう自分のソールとこうまあ見てさ、はい、研究したら、まあ、やっぱり幅広いソールはさ、こういうの打ちづらいわけじゃん。確かに、あの、まあ、スタンダードなその分打ちやすいですよね。そう、だからこう僕のイメージではちょっと先目かなみたいなね。あ、そうなんですね、うん、イメージね。おー、で柔らかく柔らかく、はい、決して体上に上がってないよねっていうのを見てほしいですよ今。お、確かにそうですね。だってさ、これはもうカンカンってなるでしょ。カンなりそうですよね。逆に胸下向いてるぐらいね。はあ。そのドヤ顔それでも。だから僕今ふと思い出したんですけど、うん、よくこういう時打つ時にワッホーさんが、うん、頭の位置結構気にした方がいいよねみたいな。そうだね。頭の位置がこう動かなければ、はい、こっちに動けば動くほどさ詰まっちゃうし、はい、これが右にずれてもかかんってなっちゃうから、この高さをあんま変えないんだよね。言ってましたよね。うん、マントップ。危ねえ、奥に車なくてよかった。逆じゃなくてよかった。だからまあその形をさ、まあ、上げるっつって結構こう、うん、とかってやると今みたいにカンカンってなるから。カンカン、そうですね、うん、だからやっぱ今でもトップしたりとかダフったりするミスは多くなりますよね。そうそう、クラブヘッドをどう入れるかじゃん。はいね、クラブヘッドをどう入れるかでこうボールの上がり方って変わってくるからさ。柔らかくね、そう、自分にこう引きつけるイメージが。そうですね、ギュインってこう、ギュイン、いや本当にギュインって感じなんですね。そうなんですよね。あの心の中で言ってますもんね、はい、ギュインってギュインとかチッとか、はい、これはクって感じだなとか。そうそうそう、これはちょっとトントンツーだなみたいなね。なんかこうでもそういうのが、はい、結局こう大事になってくるような。そうだよね、気はしますよね、はい、ああこっちから取れないですね。後ろからじゃあ取ってもらおうかな。あ、背中ですか、うん、これちょっとこのなんかこの焦げっぽい、あ、これ危ないところですね。背中からあんま見ることないですね。あ、相当左肘が柔らかく、柔らかいよね、離れてないよね、うん、すごいですね、自分からこうクラブが離れなければ、あ、ヘッドが走るからまとわりついてる感じですね、うん、なんかこの辺をこううまく利用して、はい、なんかイメージだから、はい、まあ、やってもらうともっとアプローチが楽しく。確かに、あの本当になんかこう形だけじゃ無理な場面っていっぱいあるじゃないですか、はい、いっぱいある、もうこれは終わったみたいな。あるのよ。俺ね、ちょっといいですか、もう何分経ったんですか。もうあの9分過ぎましたね。あ、過ぎました、はい、僕昔あの太平洋で研修生やってる時に、はい、まあ、こういうところ来たわけよ。これスズメバチいない？大丈夫ですか？スズメバチいない？いないです、いないです、ね、まあ、ちょこういうところ来たわけよ、はい、こういうさ変なところ、はい、でまあお前土じゃん、で絶望的な、絶望的だよね、はい、でこの時にまあ、当時一緒にやった研修生が、はい、割とまあ結構こう昔から、学生時代強かったりして、はい、あといろん、まあ今言うすごいコーチになったりしたんだけど、はい、形にうるさかったね。
あこう形にさ、こうなんか、はい、ってで、やってない、もうこれで分かる人は結構何人かいると思うんだけどで、僕はその先輩に、はい、いやこれこんなとこ来たらそんなんじゃ打てないっすよっつって、もうそんなことやってるからうまく打てないっすよなんつって、だいぶ先輩なんだけど6個ぐらいよく一緒にゴルフさせてもらったのよ、はい、こんなのはもうこれですよっつって、これで大丈夫ですみたいなっていう感じだったの本当に。あ、まあでも確かにそうかもしれないです、ね、だからこれまあちょっと、まあ、当時は芝だけどね、はい、芝だけど、まあこれだったらあのキャリーグリーンのイメージだと、あちょっと手前だったけど、まあでも割とさ、うん、うまくいくじゃん。なんか逆にもっと目の前に落ちるかと思いましたよ。なんかさパフってって、パフっつってね、はい、これくらこう形気にしてるとババッつってその辺になるんだけど、はい、こういうのをもうちょっと飛ばさないといけないから、うまい、そうそうそうこれですよみたいな。だからなんか当時さ僕関西から来たばっかりで、はい、まだ関西弁だった時っすね。まだ関西弁で、はい、関西弁で結構こう先輩たちに言っても許してくれた時代があったんですけどでまあ僕がやっぱりその向こうで教わった人っていうのは、はい、結構やっぱそういう感覚のなんていうのあスイングとかより、はい、いやいやここにこうやって入れたらええんちゃうのみたいなそれで打てるやんほら打ってみようお前っつってはいっつって絶対あかんっつってでっていう感じでやってたから、はい、なんかそういう感覚はあったわけ。あで、そうですね、こっち来てそうスイングすごいこうやって習ってる人いたんだけど、はい、その人はこういうのはこうやって打たないといけないみたいな出てパスってやってたからじゃあダメですとかって名前聞いてたんですよ。あでも確かにでもそういう感覚はまあ大事じゃないですか。そう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 、クラブをでそれはもう結局もう自分がどうしたらこうクラブがどう動くかっていうのが分かってるから、うん、そうそう、まああとはこういうところ来て、はい、なんかそのなんていうの形っていうか、はい、まあこうやってちょっとそこえぐれちゃってさ柔らかい土になった、なっちゃったんだけど、はい、これってもうさどうやっても綺麗に入らないわけよ。無理です、ね、ちょっとこれまっちゃんアップしてもらった、どうやっても綺麗に入らないよこれ手前に土があるから。確かにそうですね。これを綺麗に打つんじゃなくてなんかいっぱいこういうのをなんとなくアホずらして、はい、練習するだけ、はい、ボーっとこういうのバンバンバンって、そうするとなんとなく感覚で覚えてくるわけよ。これぐらいはあれでこうやってなんか打てばそういやちょっとこう行くんじゃねえかなみたいなで満車今なんか構えた時に、はい、あフェスかぶってきたなと思って、長かったでしょ今アドレスいや分かんないってうまくいかねえなと思ったんだけどでなんかこうやって練習してたわけよいっぱい。あだから本当に感覚を磨く練習をいっぱいして、そうしてたからまあ行くなと思って、まあ、だからさっきみたいな硬、うん、いところに来ても、うん、なんとなくこうフェース入れる感覚があるから、そう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 言ったら、はい、これやったら、うん、失敗するっていうのも分かってるとですもんねちょっと分かんなかったよね今でそれ出た、でそれあんなけ言ってでそれだからまあ今日はあの、はい、皆さんね、はい、あの真面目じゃないところあそうだよタイトルがそうだからはい、だから、まあ、だからああいうのもやりますよと、そういうことです、はい、そういうことなんですよちょっと最後一球だけいいですかお願いします。なんで一アドロブちょっとライの移動をね、はい、ライの移動を置いて、はい、なんでもね練習だからいや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 、えシャンクしすぎですよいや今のはもう半分わざとだから、半分真面目だったけど、あ、じゃあ半分シャンクわざと打ったか、まあ、まあそこまで水ひどい水出ると思ってなかったね。トップするんじゃないかなと思ったのよ。いやあの黄色いボールなんで僕のなんですよここに当たってそろそろいいっすか。いやもう15分ぐらいだったんで、はいはい、不真面目チャンネルでってことなんで、まあ、こういうのもみんな好きだと思いますよ、はい、いやてかこういう遊びしてないとさ、確かにそう、周りに人がいると危ないんだけどねちょっともう一回だけ最後いいっすか、イチャードロブですか、イチャードロブ、いや言っちゃう、あのあれに寄せるロブ、あれに寄せるロブですね、はい、いきますよ、あ最後だけね
最後だけちょっとうまくいって、はい、まあ、ちゃんとできるとこ見て、あ、まあまあまあ、で何回もやれば誰だってできるよ。2球目はサルでもうまく打てるって言ってましたもんね。2球目はサルでもうまく出るんだよ。3球目はもうアホでも打てるっていうことなんで、はい、そろそろこんぐらいにしとかないと NG ワード出ちゃうんで。ということで、はい、まああのね、今日もまあ楽しくゴルフをしていこうということでね。まとめましたね。あっちゃん、お前さ、お前カメラ持ちながらポケットに手入れてくからね。めちゃくちゃだよ、お前。めちゃくちゃだから。これだから。なんで言うんすか。これだから、ふざけてるな、本当に。あの、寒いですよ。寒いですね。まあ、そういうことなんでね、はい、またあの、いろいろ試してみてください。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。